西山菊江はアナウンス室部長を務める富士テレビの女性チーフアナウンサーである。広島県尾道市出身で、実家は地元で著名な老舗旅館、西山別館である、上智大学文学部英文学科を卒業している。西山別館1988年、福山暁の星女子中学校、高等学校から上智大学文学部英文学科へ進学し、 モダンダンスサークルに所属する。1990年、ミスソフィアに選出される。1992年、フジテレビに入社。同期入社は、小島夏子と福原直秀同年、FNN スーパータイムのお天気キャスターとして、フジテレビに初出演する。10月には、週刊スタミナ天国の進行役として、レギュラー出演。 1992年10月から2001年7月まで、森田和義アワー笑っていいとも。2、テレフォンアナウンサーとして出演し、笑っていいとも。特大号の中の看板コーナー、いいとも仮想化合戦では1995年から2000年までの、うち1997年以外の5年間で、進行アナウンサーを務めた。1997年、川田町にあった、 フジテレビ旧社屋からの最後の生放送番組ザッツを大場エンターテイメントも担当フジテレビでの同僚と1997年に結婚1998年4月から9月に放送されたアニメピンカと海のお友達で主人公イルカピンカ役の声を演ずる1999年から2001年まで噂のどうなってるのを担当 2001年夏から2007年まで、産休した後輩の木沢ー子の後任として、FNN スーパーニュースのサブキャスターを担当。2004年7月24日の FNS27 時間テレビでは、テレビ朝日、スマステーションマイナス3コーナー、ベラベラステーションに、地震発フジテレビ以外のテレビ番組へ出演する。同年8月、アテネオリンピックで海外初取材する。 2005年6月11日からスポーツ日本で女子アナリレイサタデーメール連載。2007年に妊娠し産休に入った。6月29日に FNN スーパーニュースを降板。2008年9月29日よりスパイス TV どうも気になる。似て番組復帰。2019年7月1日より先輩アナウンサーの佐藤理香が室長に承認したことに伴い。 アナウンス室部長に就任。丸は、出演中。ありがとうございます。